東京オートサロン2017、チューニング・ドレスアップカーの祭典とも呼ばれる世界最大級のモーターショーが今年1月、千葉県の幕張で行われました。パーツやアクセサリーなどを中心に関連企業が出展、会場は大勢の人であふれました。オートサロンっていうのはカスタムをメインに、自分の車をこういう風にアレンジできるっていうものに魅力を感じてきてるお客様がいっぱいいらっしゃると思います。服装とかと一緒だと思うんですけど、自分の車をこうアレンジして人と違う、人より目立ちたいっていうのが魅力ですかね。黒いボンネットに輝く金色の文字、実はこれ金箔で描かれています。この車を出展したのがジャパンペイント、松本市に本社のある塗装会社です。ジャパンペイントは普段建築塗装や住宅リフォームを手掛ける塗装会社ですが、2000年の創業以来さまざまなチャレンジを続けてきました。2010年にはカンボジアの小学校の外壁修復工事にボランティアで参加、当時テレビ番組でも取り上げられました。もっと技術を深めたい、そしてその技術を世界中の人に知ってほしい、志は尽きることはありません。壮大な夢を追うジャパンペイントの挑戦が始まっています。金色がひときわ目を引くカスタムカー、ボンネットに金箔を施しています。金箔は普段仏像や仏壇などに、また世界ではお寺の屋根や外壁にも使われています。日本でも金閣寺は有名ですね。でも道路を走る自動車に金箔が使われることはあまりありません。金箔を施すことで車はどのように姿を変えたのでしょう。外壁塗装のことならお任せください。ジャパンペイントなら高級シリコン塗装が県内どこでも30坪49万8千円フリーダイヤル 49-8010 至急ヤマトまで。ジャパンペイント、ジャパンペイントなら外壁塗装が30坪49万8千円49万8千円。0120-49-8010至急ヤマトまで。ジャパンペイント。東京オートサロンに出展するにあたり、ジャパンペイントでは徹底的にカスタムにこだわりました。その結果、パーツメーカーとして高い評価を持つこの会社とチームを組むことにしました。全て手作業です、はい。まあ、自信を持って出せる商品を心がけて作ってます。ここまで手をかければイベントでも注目されるのでは。いえいえ、とことんこだわるのがジャパンペイントの流儀。外装のカスタムを終えてから金箔仕上げに移ります。もともと白だったボンネットは金箔が引き立つように黒に塗装をしました。金箔が貼られる部分は念入りにヤスリをかけて表面をフラットに、マスキングした文字にニカワに似た接着剤を吹き付け、その上に24金の金箔を1枚ずつ貼っていきます。いかにまっすぐ貼るかですよね。箔にシワがいかないように貼っていくかっていうのをやっぱり気をつけてますね。こういうのって例えば金箔職人さんがやってるイメージなんですけど、ヨーロッパの方でしたらカリグラフって言って、海外版の書道みたいなのがあるんですよ。少しおしゃれな手紙の中にちょっとだけ金箔が入ってるっていうのが、
一般化されてたりとかするので、まあ、その辺から捉えるとあの海外ではすごくごくごく結構身近なもんなんかなとは思いますね、うん、気温や湿度により金箔を貼るタイミングを変えたり接着剤の薄め方を見たり要所要所経験で培われた職人の技が求められます。こんなもんやからって終わらしたら多分その段階で楽しくなくなりそうだ。楽しまれへんかった時点で僕は仕事辞めなあかんかなと思ってますね。まあ、あの今でも楽しんでますよ。やっぱり難しいこと言われても難しいって文句言いながらやっぱりできた時は楽しかったなって思いますよね。およそ1ヶ月をかけて金箔仕上げのスーパーカーが完成しました。金箔を貼った後はクリアコートで処理してあるので普通の車と同じ強度が保たれ色があせることもほとんどないそうです。会社でも日本の伝統技法金箔仕上げでどことなく日本の香りが漂ってきます。世界でも注目される出来栄えです。ところで皆さんはデコレーションペイントをご存知でしょうか。一見するとレンガ作りの外壁に見えますが、これ塗装で本物のタイルやレンガのように見せているんです。本物に見えます。あ、でも触ってみると確かにペイントですね。そうですね、まあ、このドアノブの色からですね全体的なあのイメージを今回こういった形で配色させていただきました。だからこんなに統一感があるんですね。そうですね、素敵ですよね、はい、こちらは築17年の小山さんのお宅。傷んだ外壁の修復にデコレーションペイントを検討していました。あちらの中帯っていうんですけど、はい、ちょうどこちらの面が南になります。色が変わってますよね。一部変わってますよね、紫外線による劣化、あと変色ですね、湿気による黒カビですね。白い壁がこうやって黒ずんで見えている状態になるんですが、カビですのであの根が深いものですから、まあ、洗っただけではあのこの黒いのは取れません。屋根を見ていただけますか、はい、壁以上に劣化するスピードが速いものですから雨漏りの原因になりますので、まあ、なるべく早め早めのお手入れが必要になってきますね。まずしっかりと洗浄させていただいてカビですとか汚れをしっかり落とさせていただきます。その上で、まあ、ひびが入っている、まあ、穴が開いているっていう状態であれば補修をさせていただいて古い塗料と新しい塗料をくっつく役目ですね。こちらを下塗りとしてその上にですねトップ材として仕上がりの、まあ、塗料ですね、これを中塗り上塗りと計2回入れさせていただきます。お客様の財産ですので細かいところをしっかりとやる、そこが肝心になりますね。塗装が順調に進んでいます。すべての工程を職人たちが手作業で進めます。下塗り、中塗り、上塗りという工程の中の今中塗りに入った状態ですね。エポキシ樹脂といいまして酸性雨とかですね海水の影響を受けやすい、まあ、船ですとかそういった剪定なんかにもよく使われているものなんですが錆にものすごく強いものです。壁の面の塗装になります。見えないところですがああいった細かい作業を重ねることによってですねより長く保てるような施工をしています。まあ、常に手を抜かずにお客さんに喜んでもらえるように作業しています。やっぱお客さんが一番喜ぶのは大事なんで綺麗に仕上げるように心がけてやってます。まあ、ミスがなく、きちっと工程を進めより早く努力してます。
まあ若い子たちがとにかく一日でも早く育ってもらって、お客さんに若い子たちだけで入っても信頼されるように常に指導していきます。外壁の塗装が完了、いよいよデコレーションペイントの作業です。まあ、例えるならですね、フランスパリにあるベルサイユ宮殿ですね、1682年にですね、ルイ14世がですね、まあ、当時お金がなくてですね、建物の内部の、まあ、壁画ですね、ああいったものすべて塗装でですね描かれてるんです。まあ、それと同じようにですね、こういった形のレンガですとかタイル調にですね、本物そっくり以上にですね、塗装を重ねることによって仕上げていきます。はい。まあ、その現場現場の、デザインとか色合いを見せていただいて、で最善の方法で色を重ねて、まあ、組み合わせとか配置考えながらですね仕上げさせていただいています。オリジナル完全にですね、そのお宅のための技術になります。はい。リフォームが終了しました。傷んだ屋根や壁がよみがえり、レンガ調のデコレーションペイントが家のイメージを変えています。うん、全然想像してなかったので、ここまで綺麗になるとは思ってなくて、本当に驚きというか、はい、すごいなっていうのが感想です。はい。どんなところがご自身で一番気になってました？はい、一番屋根ですね。はい。それで一緒に壁も、はい、お願いすることにしました。はい、一番気になってたところなので、とても綺麗に、はい、していただいて、よかったなと思っています。ジャパンペイントが手掛けたデコレーションペイントの家は全国に広がっています。いや、すごく綺麗で、びっくりしました。実際どういうものかわからなかったんですけど、本当に塗ってもらって、すごい思ってた以上に、だから本当にレンガっぽいし、レンガなんだけどまたその独特な色合いで、本当にあと新築みたいになったんで、すごく新鮮な気持ちです。もうすべてお任せで。あ、お任せで。はい。遠くから見ると本当にこの浮き出てるような感じがしたんで。ご家族の反応いかがですか？みんな気に入って喜んでますね。想像してたのよりもずっといいです。うん、今まで前の家は下がもっと明るいレンガ調の壁だったんですけど、今度は綺麗に光るような白でね、で下は石を張ったようなレンガ状になったので、本当に私たちが夫婦がイメージしてたのよりも随分良くなりました。親方がね、塗ってくださってる時にもう見てる視点でかっこいいなと思って、うん、とても嬉しかったです。うちお客さんが何人も見えるんですけれど、皆さんがすごいいい家になったねっていう風に褒めてくれます。世界でこういうペイントしてるのってうち一軒だけじゃないですか。それがやっぱり嬉しいですね。はい。施主の皆さんも笑顔が絶えません。ジャパンペイントの技術は和風住宅の塗装でも発揮されています。こちらは築32年の純和風住宅。数年前に一度塗装したそうですが、傷みが目立ち出しました。まずは足場、専門の職人が手際よく組み上げます。丁寧な仕事に欠かせない準備です。長い年月、雨や風にさらされてきた木の家、シミや劣化が出ています。まずは特殊な薬品を使ったシミ抜き作業です。
シミが落ちないところはペーパーをかけて元の木肌に戻します。木の良さを損なわない色合いで中塗り、塗り残しがないように細かいところも注意しながら作業を進めます。この時使用するハケはジャパンペイントのオリジナルです。こちらがですね、あの3歳未満の子ヤギの脇の毛ですね。子ヤギの脇の毛、はい、木部のですね、髄線までこの細かく仕上げることができます。こういったハケとか道具を使い分けることによって仕上がりも変わっていきますので、少しでも良い仕上がりになるようにこういった道具まですごくこだわっております。随所に貴重な木が使われ、大工たちが腕を振るった和風住宅、新たに塗装が施され、その仕事がよみがえりました。うち来て眺めてね、眺めると、よくなったのってやつ、もう疲れがね、癒されるね、こっちを見れば。こんなにこったうちにしてくるとは思わないんだか、本当に別にお願いしたわけじゃねえよね。まあ、日本の伝統工芸と言っても過言でもない純和風住宅ですので、傷めることなくですね、100年先、まあ、200年先に見据えてですね、しっかりとしたお手入れを私どもやらせていただくというのはですね、とても光栄ですし、やりがいがある仕事になります。外壁塗装のことならお任せください。ジャパンペイントなら高級シリコン塗装が県内どこでも30坪49万8千円。フリーダイヤル 49-8010 至急ヤマトまで。ジャパンペイント、ジャパンペイントなら外壁塗装が30坪49万8千円。49万8千円、49万8千円。0120-49-8010至急ヤマトまで。ジャパンペイント、ジャパンペイントが提案する塗装技術、続いてはスノーボードです。スキーと同様に雪の上で飛んだり跳ねたり、過酷な環境で利用されるアイテムですが、ここに金箔、大丈夫でしょうか。このスノーボードとかは人間が目に見えへんぐらい曲がってると思うんですよね。なんで今回は全部ちょっとずつ軟化剤っていうのを入れた状態で下地をずっと作っていくんですよ。ってなってくると、最終表面硬化した時でもある程度こういうふうに曲げに強いというか。今回は金箔を施した表面に新たなデザインを加えます。アメリカとかのそのピンストライプの技法では結構ポピュラーな技法なんですけど、反射の仕方が光当たると変わってくるんです。やっぱり光当たった時に下にこういうものが入ってると、なんかキラキラしてて奥行きが出るというか。ボード面に描かれたのは龍。スピニング処理の金箔下地が生きて立体的になりました。今回スノーボードっていうので、やっぱ雲を中心としたものを描いていって、まあスピード感じゃないですけど、その雲の間を縫って飛んでるような竜のイメージなんで、その雲を今回シルバーの言ったら銀箔を使って表現するのか、それともエアブラシで表現するのかっていうのはまたちょっと考えてはいてるんですけど。こちらが完成したスノーボード、金色の竜、そして銀箔をエアブラシで処理した白い雲が描かれています。いや、すごいかっこいいです。今までのスノーボードにこういう加工をしたの見たことがないので、すごく衝撃的ですね。ここは北海道小樽市にあるオーンズ、海の見えるスキー場です。ここをベースに活動するプロライダーの滝沢さんに、金箔そして銀箔で仕上げたスノーボードの乗り心地を聞いてみました。
インパクトありますよね。日本のメーカーさんも和柄ってなかなかないので、そこはもうすごくかっこいいし、今海外のインバウンドの方とかすごい喜ぶんじゃないかなっていう感じがします。金箔銀箔を施したスノーボード、厳しい環境でも剥がれることはありませんでした。メイドインジャパンのスノーボードデザインとして世界のライダーたちに注目される日も近そうです。グラフィックってやっぱりすごく大切で、僕たちもモチベーションを上げるのには板がやっぱり好きなグラフィックで、乗らなかったらやっぱりテンション下がっちゃうので、そのことやっぱり加工がねいいスポーツなので、そういう面ではやっぱりこの板のグラフィックって非常に重要かなと思います。今職人さん作業されていますけれど、はい、何をしてるんですか？はい、これからですね金箔を貼っていきます。金箔ですか？はい、でもこれ船ですよね。そうですね、多くの人に夢を与えられればと思ってチャレンジするところです。ジャパンペイントの挑戦、今度はマリンスポーツです。モーターボートやジェットスキーは夏のレジャーとして幅広い年代に愛されています。このマリンビークルにも金箔を施してみたい。大きな冒険です。なんといっても最大の敵は水。貼り付ける面の材質は今までとは違うプラスチック。作業のハードルはかなり高いようです。そうですね、厄介者ですねプラスチックは基本的に純正デザインを金箔銀箔でリーフを使って使用してデザインを入れたら、まあ、こんな感じかなっていうところです。まあ、あとちょっと女性が乗るものなので、まあ、蝶を入れてくれっていうのだけの指定でしたね。で、まあ、蝶もこう羽が開いてるような感じのやつがいいって言ってはったんで、今までやっぱ金箔を貼ってるっていう作業は見ていただいてるんで、まあ、今回は金箔を貼る以外にも、まあ、こういう下地のデザインも透かしながらでもやっぱり存在感があるようなやつっていうのをちょっとあえて入れてみましたね。船はリアの部分にジャパンペイントの文字を金箔で仕上げます。今までとは異なる露天での作業。気温や湿度を考えながら水に負けない金箔張りの作業が進みます。ですので、はい、水の心配もあるかと思うんですが、はい、そうですね、基本的には防水性のあるもので描いてるんですけど、プチ取りをする理由としてはやっぱり耐久性を上げるっていうのも一つの大事なところではあるんですよ。このやり方が一番今回は適しているであろうと。千葉県の釣ヶ崎海岸、黒潮の合流点として知られるこの海岸は2020年の東京オリンピック・パラリンピックのサーフィン会場にも選ばれています。そこからほど近くにあるマリンスポーツのベース、房総マリーナ。ここにジャパンペイントが金箔で仕上げたジェットスキーとモーターボートが運ばれてきました。夏の日差しを浴びて輝く金箔。カスタム塗装されたマリンビークルはチャレンジに応えることができるのでしょうか。
どうですか、こういう自然の中でバーベキューするというのは。あ、すごい気持ちいいです。うーん、バーベキューはもう大好きなんで楽しいです。いや、最高ですね。最高、嬉しいです。太平洋の荒波を進むジェットスキーとボート、果たして金箔は大丈夫でしょうか。フロント部分にもかなり水がかかってましたけど、やっぱり強いですね。そうですね、あれのスピードとアクションで耐えられるってすごいですね。世界に向けて、まあ、自信を持ってこれからチャレンジできると思います。今日いかがでしたか。いや、楽しかったです。楽しかったね。ジェットスキーに乗った方って、はい、どうでした。水しぶきとか怖くなかったですか。結構スピードありましたよ。結構顔に来たよね。え、なんか最初はすごい怖かったんですけど、え、慣れたらめっちゃ面白かった。面白かった。バナナボートが一番面白かった。バナナボート一番面白かったね。満喫しましたか。とってもめちゃくちゃ満喫しました。住宅塗装で培った技術を車、スノーボード、ボートやジェットスキーへ、ジャパンペイントはさまざまなチャレンジを続けています。そこには日本の高い塗装技術を世界の人に知ってほしいという職人たちの強い思いがあります。夢を形にするジャパンペイントの挑戦はこれからも続きます。